速解塾の久保です。ビットコインの価格は一体どういうふうになってしまうんでしょうか。500万円を超えて600万、700万、1000万に向かうんでしょうか。まあこういった皆さんのねご不安の中、イーロン・マスク氏がまたね声明を出していますんで、こちらの方を見てみながら考えていこうかと思いますけども、いかがでしょうか。それではこちらの方どうぞ。はい、イーロン・マスク氏、ビットコインは必要な再生可能エネルギーのレベルに達しているかもしれないというね、なんとも煮え切らない発信でございますけども、一体どういうことを言ってるんでしょうか。まあ、テスラの CEO であるイーロン・マスク氏は、仮想通貨業界がより環境フレンドリーな未来に向かっていることをほのめかしたが、ビットコインでの支払い再開はまだのようだ。つまりですね、ビットコインの裏付けとして電気がどういうふうに自然環境に配慮しているかってことも考えなくてはいけませんよってことなんですよ。電気代が安いことがビットコインのマイニングには非常にね密接に関わっていますけども、その電気代の生成方法がカーボンニュートラル、その他のことによってですね、原子力開発とかネガティブな要因で電気代がもうね安くできませんよってことではちょっとやってられないってことなんですよ。まあ、ですんでビットコインのマイニングに使われる電気エネルギーが、まあ、環境エネルギーに適したもので、まあね、世界的に応援されているものであったらビットコインの利用を再開してもリスクは少ないだろうということを言ってると思うんですよね。こういうふうに書いてます。ビットコインのエネルギー使用量にはポジティブな傾向があるようだとしながらも、ネットワークが再生可能エネルギー利用に向かうスピードには懐疑的な見方を示した、ね、自然エネルギーを使って短期間でエネルギー量を2倍3倍にすることは難しい。テスラの使命は持続可能なエネルギーを加速することだ。そのためビットコインのエネルギー使用量について適切な調査を行わなければならないというふうに言ってますよね。で、結論付けているのはおそらくこういうことなんですよ。もうちょっと精査してですね、こういった電気代のことについて再生可能エネルギーの利用が 50% 以上であるということだったら、ビットコインの利用を再開しようかなってところなんですよ。すごく面白いのはこのテスラモーターっていうのはですね、イーロン・マスクさんっていうのは電気自動車を軸にした事業ですよね。でも電気自動車が売れれば売れるほど、じゃあその電気を作るための設備、原子力発電にしても火力発電にしても、そっちの方は本当に持続可能なんだろうかってことが一つあるんですよ。と同時にビットコインのマイニングにも電気を使いますから、イーロン・マスクさんは世界で一番電気をね使う人ってことになってるんですよね。じゃあその中でこの事業、健全な運営がビットコインを裏付けてできるんだろうかっていうふうなね、天秤にかけられた状態になってくるんですよ。まあその辺でビットコインに飛びついたんですけども、待てよということになってるんでしょうね。あとはテクノロジーが電気をどのように賄ってくれるかによって、このテスラモーターがね、さらにブレイクするのか、それともこの辺で高止まりするのかってことが決まってくるんではないかなと思います。確かに電気自動車、これからね、いろいろと裾野は広がっていくんですけども、本当に持続可能な電気の発電っていうのはあるんでしょうかってことですよね。まあ大気圏外で電気を作るようなことになったら、それはね、とってもいいんじゃないかなと思いますけども、まだそういう未来は10年後には来そうにないかなというところです。まあ皆さんどういうふうに思われますか。では失礼します。